少しで全てが終わる。イブ、待っていたぞ。思った通り、あなただった。アダム、なんであんたがここにいんの？と失望していることだろう。すまないイブ、ここに至るまでに起きたことは何もかも俺が招いた結果、全て俺のせいだ。アダム、それともエルダーと呼んだ方がいい？あなたの目的は何？どうして私を助けたの？任務に手を貸すようなふりまでして。あなたはザイオンのためと言ってたけど、本当の狙いは何？罪を償いたい、許しを得たいんだよ。皆の傷を癒したいんだ。どうか分かってくれ。これまでの行いは全て心から思ってのことだ。ふざけたことを言わないで。私の仲間も、あなたのことを信じてたザイオンのみんなも、みんなあなたのせいで死んだ。そうだな、イブ。お前が怒る気持ちはわかる。当然だな。エルダーネイティブ、よくも。イブ、説明させてくれ。まずはレイブンとの間に起きたことを詫びよう。レイブンには自らの思惑があった。その点ではオルカルと似ている。知っての通り、お前たちは作り物、人類の模造品に過ぎない。そして我らは化け物になり果てた。両種族は共存できない定めにあるんだ。それも当然、我らはあまりに弱かった。お前たちを受け入れる器がなかったんだ。その人の愚かさが悲劇を招いた結果、我らは生き残るため人であることをやめてしまった。だから私たちを宇宙に追いやったっていうの？両種族の受け皿となるほど地球は広くない。だが地上から全てのネイティブを消し去ろうと、お前たちは人類の後継者にはなれないんだ。結局のところ、お前たちは作られた存在に過ぎず、人の DNA を持たないからな。あなたの望みは何？このひどく醜い争いに終止符でも打つつもり？そうだ、俺は長きにわたり解決策を模索していた。両種族が人類の次なる担い手となる道をな。最新技術により完全無欠の肉体を誇る思考のアンドロエイドスと、闘争本能に飲み込まれることのない究極のネイティブ、それら二つが存続の鍵だ。それって、ああ、お前と俺がその鍵となる。イブ、これが最後の提案だ。俺と一つになろう。一体の進化した新たな人類になるんだ。一つとなれば、我らは新たな人類の礎を築くことができるだろう。そんなのどうかしてる。
こんな奴の話に耳を貸しちゃダメだよ。このままではまたマザースフィアが同じ過ちを繰り返すだけだ。奴がコロニーや地球を手にかけたとしても驚きはしないな。知っての通り、マザースフィアは引き下がらない。その先に未来などないんだ。でもだからって二人が融合するのが正しいとは限らないでしょ。そもそもあんたの言うことなんか信じられない。無理もないな。だが心から人類を救いたかったんだ。今もその気持ちに変わりはない。本当だ。まあにわかには信じがたいだろうがな。リリー、受け取れ。これってザイオンに必要な最後のハイパーセルだ。いずれにせよこれでザイオンは救える。俺に代わってザイオンを救ってくれ。イブ、お前の任務を思い出せ。俺と一つになればエルダーネイティブをこの世から抹消できる。永遠にな。これ以上ない選択だとは思わないか。イブ、この手を取れ。手を取り合えばお前だけでなく皆を救える。こんなのやっぱり受け入れられない。はあ、イブ、たとえマザースフィアの手がどれだけ血に染まっていようとも、そしてたとえあなたが揺るぎない信念を持って生き残った人類を救うつもりでも、私はもう誰かの言いなりになんかならない。自分自身の意志に従ってこれから進むべき道を選び取る。何があろうと、たとえあなたを敵に回そうとも。そうか、実にお前らしい決断だな。お前の考えはよく分かった。だが俺には守るべきものがある。イブ、ここでお別れだ。アダム、私がいるのも忘れないで。リリー、お前と戦う気はない。ふん、勝手に言ってれば。何？アダム。同じ過ちを。
未来などないんだ。イブ、お前は本当に唯一無二だ。人間としての自我を捨てて怪物になるほかないか。つける。